私もね、もっとうまく歌えるようになりたくて、蒸発した、そう、しかも蒸発した水分のあのスイスイ萌え歌ってるんです。天使をバタバタして空をスイスイ泳ぐ萌えの歌割りなんですよ。なんかいつかもしスイスイの生誕祭とかがあった時に、もしこの公園でやるとかってなったら絶対これやろうと思って、世界観に入りきってる中で、手足をバタバタして皿をスイスイ泳ぐってやりたくて絶対やろうって決めてます。それか逆に皿をまで歌って、それからスイスイがスイスイまで言ってもらうか、泳ぐを私歌いますね。手足をバタバタして皿をスイスイ泳ぐってやりたいくらい、本当にいつか絶対にそれしたくなっちゃいますね。え、今日はね1時間、え、待って、もう50分、え、意味わかんない、早いね、まあ早いこと、本当に、みゆみゆさんが持ち歌う、え、全然上手くない、もうマジで頑張らないといけないと思ってる。いや、でも本当にね、蒸発した水分も歌わせていただけるっていうことが決まってからも頑張ってるつもりではあるんだけど、でも全然なんかうまくできなくて、どうしたらいいのかしらってずっと、あの日野さんにコツとかも教えていただきながら、ちゃんとね、体の上半身の力を抜いて、喉の力も抜いて、喉にこう太いパイプが通ってるっていうことをイメージして喉を開けて、で下っ腹に力を入れて発声したら高い音も綺麗に出やすいよって教えていただいたので、それを意識して頑張ってるんですけど、でもね、なんかさ、お聞きしてなるほどって一発で出るような人じゃないのでなので頑張って回数を重ねてね、うまくなっていこうと思います。そう、力んじゃうの私、高い声出す、な、緊張しちゃって、やばい次だーと、微笑んでが来るーと思ってやばい、微笑まなきゃいけないのに、やばい緊張と思うと、もう力入っちゃって、微笑んでってなるんですよね、いつも。もうダメですね、もっと力を抜いて歌いたいと思います。低い声は出せるんだよ、低い声はいくらでも出せるの。なんか空き缶とかも好きだし、なんか本当に低い声は好きなんで出せるんだけど、高い声が出ないんだよね。確かに伸びしろということで頑張ります。チケ戦見て気づいたね、もちゃん来週5公演、でも来週5公演だけじゃなんで分かんない、いついついつ、来週20、21、22、23、24ってことか、あーそういうことね、あー確かにね。はじめまして、ありがとう。ゲスの低音わかる、ゲスの低音もあれね、ちょっと声量はちっちゃくなっちゃうんだけど、でも出せるっちゃ出せるのか、確かに。僕のことなんて嫌いなんだってずっと思っていた、低い声は出るね、わかる。さやさんの高音の出し方めちゃくちゃ綺麗で、なんかもうなんかうわーなんかうわーってなる、めっちゃ綺麗。いろんなもちゃん見れて、わかる、いろんな前を見てもらえて嬉しいです。21、23、24だね、そうだね、ここへだね。え、わかる、最近カラオケ配信してないよね、思ってた、ずっと。なんかさ、前カラオケ配信するためにさ、純正のさイヤホン買ったのに全然してないやん、ないかいみたいな思ってた、もしかして、ごめんね。確かにね、してないね。
や分かってた、なんとなく薄々気づいてました。でもそうです、ね、ちょっとまたしたいと思いますそう、なんか1時間はいつも予定してるとお話だけで終わっちゃうんだよね。びっくりびっくり。いや全然上手くなってないですよ、もっと頑張らなきゃです。でもねカラオケとかであの裏声も結構練習はしてるんですけど、やっぱねうまく歌えないっていうか、地声と裏声のミックスボイスみたいなのを習得したいんですけど、裏声だけだと私めっちゃ声ちっちゃいしびっくりするほど裏返るし下手だから。でも地声は確かに出るっちゃ出るけど高音は出ないし声もでかいし、なんかいまいち好きじゃないから自分の声が、だからそのミックスボイスとかを習得したらいいのかなと思って頑張るんですけど、でも全然うまくいかなくて結局なんか 100% 地声になるんで。あ、ヨルシカさんの曲とかもよく歌います。朝からはしてないです今はあ、でもこの前したけど、でも朝っていうほど朝じゃないね。リハの時がザ朝からでした。朝料金だったもん、めっちゃ安かったこんばんは。ということでね、気づいたらもう54分ですよ、早い。え、ありがとう、みんな萌えの歌声好きって言ってくれる、優しい。これからはもっと好きになってもらえるように頑張るね、ありがとう。こんなアーティストさんみたいに、あいみょんさん、あいみょんさんの歌声好きですね、優しいけど透明感がある感じ。もう24の昼夜ありがとうございます、ありがとう。当選祈願ですね。蒸発好きすぎる、嬉しい、ありがとう、ありがとう。大声で叫んだ後綺麗な声、あ、なるほどね、一旦出し切っちゃうってやつね。じゃあさ、公演中にさ誰かの叫び声が聞こえたと思ったら萌えだと思ったっておりゃーって叫んだ後に風が吹いて同一人物か本当にってなるよねおりゃうわー、なんか裏ですんごい気合入ってる声聞こえるぞって思ったら、次聞いたら風が吹いて枝が揺れてとかなんかめっちゃ清楚に歌ってはるけど、この人裏で叫んどったやないかいってねもはや二重人格だよね本当にえ、すごい、あいみょんさん子さんでめちゃくちゃライブ行ってるのいいな、もえも行きたいな。もえちなみにあいみょんさんとかなんかバンドも好きで、サウシードッグさんとかマカロニ鉛筆さんとかも好きなんですよ。行きたいなって思うんですけど、なんか行く勇気もごもねだいし、なんか気づいたら受付も終わってたりもしたしなんかライブに行った試しがないんですよね。行きたいなって思う。結構ねバンド好きなんです私。大声出した後は喉が枯れ、どうしよう。で次に喉潰れたら風が吹いて枝が揺れて私の滝が元も子もないやつだね。石橋叩いて割るタイプね分かるよ、うん。待って57分、やば。サウシードッグ、ナチも好き、確かにサウシードッグさんね、ナチも好きなんだよね。で話し合うめっちゃ、すごい。でもね、ありがとう、57分だ。本当に結構音楽好きだね。あとなんだろうね、好きな女性、一番理想の女性アーティストさん、難しいね。
パッて聞かれるとパッて出てこないもんだね、こういうのって。わかんない、わかんない。もうね、今ね、白石麻衣さんしか出てこない。それただの好きな人じゃんっていうね。どうしよう。あ、ノーベルブライトさんも好き。それで言ったら私あの今どう忘れした、今ケセラセラ、あの今どう忘れしちゃった、ちょっと待って、ちょっと待って、ケセラセラとかさ、あー、その方です、ミセスさんです、ミセスグリーンアップルさんですとかも好きですね。なんで出てこなかったんだろう、ミセスさんとかも大好き。あ、こんばんは、本当に好きね。確かにここまでド忘れしてたらさ、ウソ疑惑出てくるよね。今年2回ライブ行ったの、最高だね。もいも行きたいな。あと何だろうね、ちょっとパッて聞かれてパッて出てこないのが悔しいんですけど、でもそんな感じですね。結構バンド系は好き。あー、ソランジ、あー最高だね。ソランジで起きてる、どうだ、めっちゃ大充実の毎日ですね、それ。お、昼夜入って三角と村さんのおにぎり食べた、ありがとう。あれかな、あの私のおにぎりも食べてもらえたのかな、ありがとうね、うん、そう、三角と村さんで私もおにぎり、私食べたんだけどさ、写真撮るの忘れたからさ、もう一回行きたいんだよね。自分のおにぎりの写真、自分のカメラホルダーに一枚も入ってないの。私のカメラホルダーにないってことは誰のカメラホルダーにもないんですよ。発信の仕様がなくなってしまいまして、最低ですよね私って。本当にめちゃくちゃ最低。流行りのバンドボーカルの男の方みんな声高い、わかる。最近の歌って難しいよね。バックナンバー大好きさん大好き。最近ね、最近あのあれです、クリスマスソング歌いました。そういえばわかる、最近カラオケ行って歌いました。なんかランキングみたいなの見るんですよ毎回、何歌おうかな次って迷ったら、みんなが歌ってるやつを歌いたくなるミーハーなんで。そしたらクリスマスソングがあのランクインしてて、ああこれは歌うしかと思って、歌いました。わかる、履歴とか見ちゃう、前の人何歌ってたのかな、楽しかった、ね、あ、9時過ぎたということで、今回はこの辺にしておきたいと思います。ありがとうね。じゃあちょっとさ、耳生やすね、魔法かけるよ、どうしようかな、せーの、とりゃわかる、ハッピーエンド最高だよね。ちなみに高根の花子さんも好きだよ。よし、生えました。毎日バックナンバーさん聞いてる、わかる、毎日聞けるよね、だから毎日聞きたいよね。よし、じゃあスクショタイム、ぜひゲットしてねーです。はい、チーズ、イエイ。ぜひこのもっちゃんもゲットしてね。ありがとうございました。お、21日の公演よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ハッピーエンドは映画がやべえいいからな。すごい、めっちゃ話が合いそう。好きですか、ありがとうございます。耳がぴょっぴょっ、
あとちなみに私あのプリテン、あそっか、ヒゲダンさんになるんですけど、ヒゲダンさんにも一時期ハマってたことがあって、なんかわかんないんだけど、まあ流行ってたから聞いてからかな、プリテンダーがすごくの MV が好きなんですよ。プリテンダーも好きなんですけど、とかも好きですね好きですねしか言ってないあ、今度遊びの行ってきます。行ってらっしゃい。素敵な日になりますように。あれだね、綺麗な空気と美味しいお水を飲んできてください。おじいさんにはおじいさんはついていけないです。そんなことないです。ぜひ聞いてください。大丈夫、あのごめん、そうだよね、音楽の趣味ってさ、会う人と会わない人でさ、結構あれだよね。歌、うん、話題がね、そうだよね。ツンとするわさびも、そう、わさび、穂高神社行くっていいですね。ということで、よいしょ、耳を外しました。外してないです、耳をひょんちなみに洋楽も結構聴きますよ、私。洋楽も好きでね、でもいまいち自分が何を聴いてるか分かんないんですけどえ、どうしたどうした。あ、今ね、多分こうちゃんかな、こうちゃんがあおーって言いましたあの YouTube とかで流れてくる洋楽を垂れ流し知ってる程度なんですけど、めっちゃこうちゃん喋ってる。洋楽は英語の勉強も全然できない洋楽で英語の勉強、でもそんな説もあるよね。それもいいですよね。やばい、 NGT しか聞かないからついていけ、待って、嬉しい。それもめっちゃ NGT 愛じゃないですか。ラブだよ、ラブ。あ、ヒートテック見せていこう。ヒートテック、私は黒じゃんやだ、ナイスヒートテック、ヒートテックだよ。嬉しいね。なんか NGT の曲たくさん聴いてくださるのすごく嬉しい。でも分かる、なんかさ、私この公演始まってからさ、より一層、なんかもともと知ってたはずなのにもっと気づいたのが、いや NGT っていい曲すぎん、いい曲しかなさすぎん、めっちゃいい曲だらけすぎん、神すぎんってずっと思ってます。神だなこりゃって思いながらステージ立てます。マジでいい曲ばっかり。なんかさ、いい曲って一言でまとめるのもなんか申し訳ないくらい本当にいい曲、なんていうの、なんか一言で表せない、なんていうんだろう、なんていうんだろう、いい曲以外の言葉がちょっとうまく出てこないんだけど、なんだろうね、こういい意味でアイドル、アイドル、キャピキャピアイドルっていう曲も意外と少なめっていうか、こうどの年代どんな方にもそれぞれの人生で響いたり心に染みたりする曲もすごく多いなと思って、そう、特に2番もね、フルで聴くからこそその曲の良さだったりも伝わる曲も多くて、なんて言うんだろうね、そう、幅広いの、なんて言うんだろう、ザ・アイドル曲、めっちゃアイドルって、もちろんそういう曲もあるし、でもそれだけじゃない、それこうだけの路線じゃないところもすごく好きだし、なんか本当にいい曲がいっぱいあるなと思って、幸せだなと思ってます。ねえ、そうだよね、そう、今こうちゃんずっとなんかわーおーって言ってます本当に。で、2番いいよね、なんか今日負けとかもなんかさ、あれなの、表情の違いとかでもあるんだけど、1番とかは結構しんみりっていうか、自分にこう言い聞かせて、そうだよなっていう、このずしっとした感じ
が1番でさ、2番はさ、次は勝てるように結構笑顔でやるんですよ。なんか最初は結構負けたとか悔しいっていう思いにこうマイナスなじゃないけどちょっとへこんでる感じもありつつ、でも2番で次は勝てるように、次は頑張ろう、なんか次に視点を当てて立ち直ろうと頑張っている明るさみたいな前向きさとかも入ってるからこそ、なんかすごくいいなと思った。そうなの、なんか本当にね、今日負けの振りもいろんなニュアンスなんだけどあって、一番とかは一番のなんだっけ、勝ちこそ王の最後のところは、一番の最後はこうみんなで一つのものを取り合うイメージでこうこういう手の上げ方をしてるんですよ、みんなこうやって。でも一番最後じゃないね、2番の終わり、みんながさちょっとこう U の字になってそれぞれが回ってとかする前のところは AAO なんです、みんな平行に手を出すんですよとかね、そういう振りのこだわりとかもあって、こう一番は競争負けた悔しみ悔しみ悔しいとかでも競争なんだみたいな、そういう感じでも2番はでも次は頑張ろう、次希望とかみんなで頑張ろうとかっていう、いろんなね感情の起伏も表現する曲だったりも、なんかすごいなと思って、本当にすごい曲なんだなと思って噛み締めてます。毎回やってる自分が泣きそうになるんだよね、なんか重なる時もあったりするとさ、そうめっちゃ染みるよね本当にね。秋元先生の歌詞本当に染みますよね。みんなも泣きますか？めっちゃ染みる。泣きましょう一緒に。一緒に泣いたら怖くない。怖いわけではないんだけど。ね。わかる。叶わぬ夢も夢のうちどめっちゃいい。危な神さんの手間。わかる。叶わぬ夢も夢のうち深。そうだよね。そうなんだよね。叶わない夢もあるから。夢って輝いて見えるのかもしれないよね。手に入りにくいものだからこそ輝いて見えて誰もが叶えたくなるものなのかもしれないよね。わかる。待って、そんなこと話してたらもうさ10分もオーバーしてる。ちょっと急がないけど、でもちょっとそろそろ壇上読みをしたいと思います。壇上読みをしますわよ。ということで13位からいきますね。13位リュウさん、ありがとうございます。12位マサさん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 、ありがとうございます。11位ハイスノーさんさんさんでさん、ありがとうございます。10位カンさん、ありがとうございます。9位お茶とーまんあずみの在住さんさん、ありがとうございます。8位白鷹さんさん、ありがとうございます。7位まさひげさん、ありがとうございます。6位 B たけしさん、ありがとうございます。5位ゆうきさん、ありがとうございます。4位日焼けさんさんサンデーさん、ありがとうございます。3位さっと大塚さん、ありがとうございます。2位きっと萌えラインさんさんサンデーさん、ありがとうございます。そして1位はチェリー萌え7グッドモーニングさんです。ありがとうございました。今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん本当にありがとうございます。応援ありがとうございます。いや今日マジで寒いから、あちょっと全国はわからないんですけれども新潟マジで寒いからみんな暖かくして寝てね。そうだ、あと明日エサコイサ、そう明日21時から放送のエサコイサレディオ、ごめんね今言うべきことじゃないんですけれども定期今言うべきことじゃないんですけれども今言いますね、あの明日エサコイサレディオに出演させていただきます。ぜひお聞きくださいませ。そして
今絶賛昇格記念生写真と生写真かな、昇格記念写真販売していただいてます。個人個人個人3人それぞれの写真と集合写真で、計4種類かあるのでぜひゲットしてください。ちなみに結構漏れてます。ちなみに私あれゲネプロの日撮りました。なんかゲネプロの日前髪の調子がおかしくて、こっちじゃなくてこっち側に流してあります超どうでもいい情報です。しかし前髪がこっちに流れたレア前髪です超どうでもいいですということで、本当にぜひゲットしてください。レアです、超レアです。昇格記念だけでもレアなのに、前髪の流し方も違うというレアにレアを重ねたレアですので、レアレア写真ですので、ぜひこれをゲットするしかっていう感じですね。よろしくお願いしますはい、レアオブレアでございます。スーパーレアです。超激レアですってほどでもないんですけどねということで、本当に温かくしてお休みください。皆さん、じゃあまたね終わり方雑やな。おやすみ、またね。うわ、レアチーズケーキ食べたいな。おやすみ、またね。みかん食べるね、これから。あ、もう食べないどこかな。おやすみ